こんにちは、速稼塾の久保でございます。FX オリガルヒっていうね、新しいコンテンツを作っていくわけなんですけども、こちらの方はね、コンサル込みということでお届けしたいと思います。大体コンサルっていうのは、コンサル生さんが何かね、自分で活動していて疑問や質問が起きたら初めて、メンターの方に連絡して、それから返信をするみたいな形なんですけども、私の場合はそうではなくて、そのコンサル生さんには定期的にFX のね、相場解説をやっぱりコンサル生さん向けにお送りしようかと思うんですよ。でそれに答えるも答えないも自由なんですけども、日々の FX 活動の中で生まれた疑問をやっぱりプラスアルファでコンサルで答えていくって感じなんで、私の発信量とね、その返信の速度を信頼していただければ、どこよりも手厚くいい、コンサルが受けれるんだろうなと期待していただいてもいいんじゃないかなと思います。特に今回は50代、私も50になるわけですけどね、もうちょっとしたら半年ぐらいですか。だから50代をどう過ごすかっていう私のテーマもかかってきていて、その50代で言えばね、それからの人生のもう全て総決算みたいな感じなんですよ。と同時に今までの人生を総決算するわけなんですよね。すごく節目の10年になると思います。これは40代の時も感じたんですけども、より50代になるとさらに高みを目指していったりとかね、幼い頃の憧れを叶えていく自分がそこにいなくてはいけないかなと。また他の課題も結構あると思うんですよ。家族、子供、奥さん、それから友人関係。友人はどちらかというと整理されていく時期に入ると思います。その分家族に対するメッセージを強くお送りする時期だとも思いますし、人によってはね、親との関係もちょっと見つめ直さないといけなかったりするんじゃないかなと思うんですよ。そういったのを全部ひっくるめて、やっぱり時間とお金の余裕がないとできないことだらけなんですよね。でそれは分かっていたけども、結構後回しにしていたことが多かったんじゃないかなと思うんですよ。で手っ取り早く過去何やってたかにかかわらず、ここから始めて何とかするというと短絡的でもあるんですけども、やっぱ王道なのが FX ですよね。FX ってのはバイかセルかどっちかしかないわけですよ。つまりは長反博士みたいなもんなんですよ、客観的に見たらね。でもこの勝率を少しでもね、プラスの方に持っていけたらどうでしょうか。49対51の勝率になってくると、たった 2% の勝率が上がっただけなのに、これはもうね、お金が減らないっていう人生が始まるわけなんですよ。あとは自分のお金を使う量をちゃんと調整していって、 FX で積み上げていくお金以上に使わないようにすれば、資産はどんどん防衛されていくってことになりますからね。プラスで FX のタイミングを多くすればするほど、その勝率っていうのに基づいて資産っていうのは増えていくわけじゃないですか。さすがに月に1回2回だと勝率が 100% でもなかなか生活費って賄えないと思うんですけども、1日に2度3度エントリーして決済する時間があれば、1日に5万10万っていう利益はね、取っていけると思うんですよ。実際この半年どうだったですかってことを考えていけばお分かりだと思いますけども、多くの方がね、中にはうまくいかなかった、いろんなタイミングでうまくいかなかった方いると思いますけども、やっぱりね、2月からね、この5月のゴールデンウィークあたりの相場っていうのは一方的に円安に向かってたじゃないですか。で125円からね、135円の方まで見えていって、もともとは115円だったものが120円に行くんではないか、そして125円突破して130円に行く時には、これ日銀の介入でもない限り止まんないぞっていうのを私も繰り返し申し上げましたけども、結局日銀は介入せずでこうなってしまったわけですよね。さすがに135円に向かうかなっていうのは楽観的すぎて、今停滞気味で、もしかしたらこのまま円安方向に行くんではなくて、円高の方向に、もう戻っていく、バウンドする可能性もありますけどね。でもここで自信と資金と、そして幾ばくかの反省をした方っていうのは、これから FX にきちんと向き合っていくのか、それともね FX を選ばずに他の道を新たに模索していくのかっていう、そんなね50代が待ってると思うんですよ。で今回ね、いただいたメッセージにお答えするとね、やっぱり今の時期に資金の問題、意識の問題、時間の問題、様々ありますけども、全部を清算するために FX をするっていうのはまさにね、その通りだと思うんですよ。5、6年前ですけども、私が FX の相場解説を始めた時って、住宅ローンを40代で返済しようみたいなタイトルつけていたと思いますけども、多分ね40代50代で最も重しになるのが住宅ローンなんですよ。もしくは一戸建てとかでローン組んでない方は、住まいをどうするかって問題が不確定だとね、ものすごくそこに迎える家族に対しても不安を与えてしまうと思いますし、なんせね、自分の帰るところがないっていう、住むところがないっていうのは、衣食住っていう3つの大きな人生の要素の中でね、一つを書いてるわけですよね。衣食住ですからね、着るものはあっても食うものはあっても住むところがなければ、やっぱり心もとないことだと思います。でも FX で勝ち続けることによって、もしかしたらね、自分専用のトレーダールームを持つこともできるわけですよ。そうなったら完全に一人で密室でね FX に取り組むことができると。でしかもそれは毎日やるんではなくて自分の、せいぜい生活費を稼ぐ程度なんで月に20万30万50万100万ぐらいが作れればいいわけなんですよね。そういった意味も込めてね FX に特化していくこの時間をね過ごしていただければと思います。もちろん FX っていうのはリモートですしどっか集まる必要はないですしすごくいいんじゃないですか。時代にも合ってるしでこれからこういった投資に参入されてる方はすごく増えると思います。これはね投資の世界っていうのは日本だけで起きてるわけじゃなくて特にドル円の世界っていうのは世界中の投資家さんが集まるとこですからね。例えばねこれから中国そして、ロシアはちょっと分かんないんですけども G7 各国でさらにね投資に参加してくる人数っていうのは右肩上がりなわけですよ。ですんでこれ今まで以上にマーケットでかくなりますんでね、要するに出来高っていうのが大きく取れるわけなんですよね。その中でこのドル円に参加してるって意義は大きいんじゃないかなと思いますね。はい、でね今これからコンサルが始まるそのオリガルヒのコミュニティが始まるってことを前に準備するとしたらやっぱりこうおさらいと言いますかね私がお送りするコンサルっていうのは結局は基礎用語とテクニカル主には4つのテクニカルの手法がありますけどもこれがちゃんとできればここはちょっと間違えてるよっていうふうにちょこちょこっと修正する程度なんでねそちらの方をやった方がいいんじゃないかなと思いますよね。合宿の内容をやり直すのもいいんですけどもやっぱりね坂田五法がすぐに見分けれるようになったりとかエリオット波動が少ない中でも見分けれるようにエリオット波動ってめったに出ないですからねめったに出ないんで出た時ぐらいはマークしていただかないといけないかなというところがあります。あとはねやっぱ日々補助線を引く練習をしておけばいいんじゃないかなと思いますしその上でこれはコンサルの時もやりますけども補助線を引いたものを週に1回ぐらいはね送ってもらいたいなと思うんですよ。それによってコンサルって大幅に進みますんで。そんな形で準備していただければと思います。いいタイミングで連絡いただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ一旦以上かな。はい、ありがとうございました。